下北半島の北東部に位置する東通村。冬の津軽海峡、気温が氷点下まで下がる厳しい寒さの中、午前5時に漁へと向かいます。前日に仕掛けた網を引き上げると、上がってきたのは鮭。当時1本5000円もした高級魚を町の人が味わえるのはお正月だけでした。こちらは脇の沢地区のタラ漁。12月から2月にかけ、産卵のために魚群をなして陸奥湾にやってくるマダラ。古くから質の良いことで知られ、漁獲量の減少から幻のタラと呼ばれるようになりました。今も下北、そして青森を代表する冬の味覚です。漁業の盛んな大畑町。夕方、木製の大型船に漁師たちが乗り込み、津軽海峡のイカ漁に出かけます。漁場に着くまでおよそ1時間。その間、船の上で夕食をとり、朝まで続くイカ漁に向けて力をつけます。以前は経験による勘だけが頼りだった漁師たち。この頃、便利な最新式の機械が導入されていきます。昭和40年代に入ると、イカ釣りの機械が手動から電動に変わり、船が大型化して水揚げが急激に増えていきます。当時はイカが朝から晩までひっきりなしに水揚げされていたといいます。イカ漁が始まると浜は活気づいていきます。こちらは大畑町、昭和43年の映像です。港の近くには15社以上の水産加工場がありました。1社に100人以上の女性たちが近隣の町村から働きに来ていました。生での出荷が困難だった時代、イカを加工して全国各地に出荷していたのです。こちらは大量のスケソウダラ。イカの他に冬はタラを加工していました。身は干したら、子はタラ子にして出荷していました。一つ一つが手作業。水産加工が町の経済を支えていました。津軽海峡と共に暮らす人々の活気ある様子です。